広い駐車場とトイレ。トイレの隣にも水道がありますね。飲める水がありますよ。ベンチがある。こんにちは、ザキスカです。今日は長野県にある道の駅坂北に来てます。萌木亭手打ちうどんおやき。萌木亭っていうのがありますね。あ、これが本体、本体っていうか、あ、お食事どころか。お食事どころ。わ、本日は終了だって。終了してる。10時から3時。当店自慢の地粉、手打ちうどん、鉄板焼きのおやき。ふっくら柔らかいおまんじゅうをどうぞご賞味ください。ここにハンコが、あ、ありました。外にあるんだね、ハンコが。テイクイッテレーン。なんか、坂北の町のお野菜がたくさんある感じですか。特にもう何もあんまそんなないな。買う？いや別にいっか。玉ねぎ、野菜、野菜だな。なんだこれ。キャベツ4つで100円だって。本当かよ。え？キャベツ4つで100円なの？本当かよ。安すぎだろ。特産物。